1838年から9年ウィーン滞在中に作曲されたもので、スケルツォ、ジーガ、ロマンツァ、フゲッタ、この4曲からできております。それではエミール・ギレリスの演奏でシューマンの4つのピアノ小品作品32です。Thank you.
シューマンの4つのピアノ商品作品32、エミール・ギレリスの演奏でした。あまり演奏される機会の少ない曲と申し上げましたが、なかなか気の利いた曲のように思います。さて、それでは続きまして同じく